リモートワーク中の荷物の配送、社員全員分の送り状を手書きで書いていたり、配送を諦めて出社してもらうなんてことも。これだと個人情報のトラブルが心配だし、とにかく面倒ですよね。そんな時、いつも使っている使い慣れたツールで簡単に発送できたら、さくらインターネットの宅配便取り次ぎサービスはヤマト運輸と連携、スラックを使って荷物の送付周りのお悩みをすっきり解決、送る人も受け取る人も快適に。まずは送る人、住所を知らなくてもスラックから送りたい相手を選ぶだけで OK。 受け取る人が自身で受け取り場所を入力するので、個人情報のやり取りなしで送り状の発行予約が完了します。あとは集荷を依頼するか、表示される二次元コードをコンビニやヤマト運輸の営業所で見せるだけ。簡単安心に荷物の発送手続きが完了します。発送時の支払い不要、個別の経費精算も不要です。受け取り場所は既得されるので、受け取る人は好きな場所を自由に指定できます。また管理者側は社内の発送履歴や利用状況を一覧で確認でき、料金はまとめてお支払いいただけます。荷物の発送、受け取りをコミュニケーションの延長線へ、今よりもっと気軽にスムーズに。さくらインターネットがあなたのビジネスをスマートに変えていく。まずはさくら宅配便で検索。